おい貴様ら、デクノボー、デクノボーめ、デクノボーどもめ、俺に向かって撃つなと言ったはずだな。貴様ら全員首だ、この老なしが、捨ててやる。いいのか、はっ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 、よし、俺の本当の力を見せてやる。ゴミではない者たちに代わりに戦ってもらうのだ。ウィーンという機械音が響く。え、まだ弾まないか。マネキンロボ、魔法ミサイル、魔法ミサイルなの。うわ、お、ほい、当たっとるやないかい。大丈夫かこれ。多分もうしばらくやってればいいかな。マネキンロボ、もう一度だ。オッケー。うわ、あ、いって、いって、いって、これやばい。あ、やばいな。2周ぐらいすると、あかんやつか。音楽かわいいね。この下手くそめ。いよ。やべやべ。いていていて。こっちこっちこっち。くあ、惜しいな。ちょっときついな。弾丸をこき使っている。いいよ。もう一丁いくか。ちょっと変わった。あ、やべ。よしよし。いて。これはつらいな。ちょっとこれきつい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 。これはちょっときついぞ。これはちょっときついな。う、嘘だろ。こいつらさっきのやつよりもっとゴミだぞ。もういいもういい、もう知るか。仲間なんかいらねえよ。お、俺にはこのナイフがある。うお、なんだ。ナイフ切りだ。でもそんなの関係ねえ。貴様は俺を倒せない。俺は貴様を倒せない。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのだ。永久に、永遠に、いつまでもな。おおおおおおお、あ、え、え、お、え、え、あ、あ、なんだ。あー、三セーブだ。あ、くそ、もういい、あばよ。あ、ちょっと待って、またんかい。あ、ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。あー、待ってたんだよ。君のことを思い出していたんだよ。君の友達帰っちゃった。どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。ちょっと挨拶したかっただけなんだ。じゃあもうお家に帰るね。うん。もしよかったら、ついてきてもいいよ。別に来なくてもいいけど。きっと忙しいと思うし。いいの？あ、いいのか。気にしないで。行ってみただけだから。もう行くよ、行くよ、行くよ、行くよ。ちょっと待って、その前に、一回、バビコ、決めてこう。よし。決めたわ。あ、この道を上に行ったところに住んでるよ。来てもいいし。別に来なくてもいいけど。かわゆ、ありがとうね、助けてくれて。穏やかな静けさの中で決意がみなぎってきた。よし、セーブしよう。静寂のエリア。ええで。こっちはなんかあんのか。あ、アヒルがいる。向こう岸へ運んでくれるらしい。ちょっとお願いしてみようか。うおー、頭からいっちゃうのね。おー、すごい、なんか盛大な音楽とともに。いいね、いいね、いいね。こっちで待っててくれるといいな。そっち行くんかい。あ、オッケーオッケー。ちょっと待ってて。あ、戻ってきちゃったな。じゃあ、いいや。お願いしよう。ででで、でででで、でででって。音楽いいな。大冒険始まってるよね、絶対これもう。ほんのミニなんだけどね。鳥もちょっと目つぶってんのいいよね。はいはーいぐらいのね。ありがとう。よし、行きましょう。上か。何個かあるよね。あ、誰？誰？わあ！私は都に住んでいるの。そういえば、お隣の娘さんはあなたと同じくらいの年よ。名前はスージー。
あなたはあの子とお友達になるべきだと思うわ。お隣の人も応援してるわ。そうなの？私の家がどこにあるかは知らなくても大丈夫よ。運命が導いてくれるわ。みかんだ！あなたがこの世界へ来たのは彼女のためだったのかもしれないわよ。なんかすごい不思議なこと言うな。北ブルーク牧場、東ホットランド、テラー村。まあ、真ん中から行ってみようか。あ、さっきのお化けの感じ。あ、いたいた。あ、本当に来たんだ。ごめん、まさか本当に来るとは思ってなかったから。何にもないけどゆっくりしていってね。ほーい。CD だ。ラベル面にブルブルチューンと書いてある。再生する？いいね。なるほど、いいね、いいね。あ、お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。あ、本当に？いいの？はい、ゴーストサンドイッチだよ。食べてみる？食べる。食べようとした。しかしすり抜けてしまった。あ、ダメだね。そっか。美味しいご飯を食べた後は床に寝転がるとゴミみたいな気分になれるよ。ダメだね、それね。うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒にやる？やっとくか。じゃあ、真似して。ゴミになろう。動かないが限りずっと寝たままでいるんだ。こんな風にね。だから、起き上がりたくなった時だけ動いてね。でも動くよ。楽しかったね。ありがとう。楽しいんだ。あれだけゴロゴロした後はしばらく休んだ方がいい。え、え？ CD だ。ラベル面にグロスマスソングと書いてある。あ、この曲ね。歌詞を覚えたら思わず一緒に歌っちゃうよ。ブルブルウェーブと書いてある。これもちょっと聞いちゃおう。あ、さっきのバージョンだ。でってれってれってって。この絶妙なアンビエンス、全身がゾワゾワってなるよね。アンビエンスね。それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ、時々ね。ブラウザでは音楽共有サイトのページが開かれている。なるほど。じゃあ私行くよ。これは？蜘蛛の巣だ。スイーツ即売会のチラシが引っかかっている。あははは。最初の時あったな。じゃあ僕行くよ。僕ってか私？鍵がかかっている。あらま。鍵あるかい？見る。空っぽだ。そっか。じゃあひとまず来たね。他のとこ行ってみようか。音楽ずっと流れてんの？これもしかして。あ、え、この音楽、何？わかんないけど、ちょっと怖いな。シャイレーンの歌声よりひどいね。そんなことない。彼女はこんなに怖くないよ。怖いならなんでウィンクしてるの？怖いね、のサインさ。ダメだ、この曲、リズムが。汚すぎる。ウォッシャー待って、置いてかないで。僕もよくあなたはちょっと怖いって言われるけど、これはその罰？お願い止めて。もう怖いって言われないように頑張るから。うわー、飛んでた。嘘、止まった、止まったぞ。あ、止まった。すごいね。あ、出てきた。あ、なんか気まずいね。今、仕事中なの。ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。まあ、見ての通り、従業員は自分しかいないんだけどね。前は結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日、パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に1回、ケムクジャラの人が来るだけ。カタツムリ。どんな味がするのか気になってしまう。
でんでんむしむし、君はこれから長い旅をすることになるだろう。遠く地平線の彼方まで、天狗にならずいつでも謙虚でいなさい。わかりました。別荘が欲しいとずいぶん前から考えていてね。このカタツムリはお札を数えている。お、おい、あ、貸してるのか。別荘を貸してあげてるのか。これお腹にカタツムリの甲羅あるもんね。こっちは、あ、レースするんだ。ゲームする？サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが一等になったら君の勝ち。一回10ゴールド。遊んでみようか。これ遅いんじゃない？もしかして。Z を何度も押してカタツムリを応援してね。OK。準備はいいよ。頼む！おっそー！おっそー！おーい！何やってんだ！おーい！動けー！動けー！全然来ないじゃん。おい、なんか燃えてるぞ。なんか燃えてるぞ、あのカタツムリ。あ、カタツムリを追いすぎたみたいだね。絶対失敗できないってプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだ。残念だね。え？もう一回やってみる。じゃあ、あんまりやらない感じしよっか。もう一回行こう。2、1、よいしょ。あ、え、これこのまま行けばいいんじゃない？むしろ。これはまあ応援しないで行ってみようか。止まるもん、ほら。応援しない方がいいね。もしかしたらこれ最後になんかどんでん返しが来るんじゃないか。どうなんだ、来んのか来ないのか、来んのか来ないんかい。もう君もカタツムリもすごく頑張ったけど、カタツムリはがっかりしてるみたい。彼女はベストを尽くしたけど力及ばなかったんだね。残念だね。もういいわ。もういいわ。行くぞ。これ左に行くとさっきの往診のとこ行くのか。じゃあ最後のとこ行こうか。まったく。あ、あれ、あ、なんだよ。あん、これも仕事なんだよ。あ、なんだよ。あん、あー、そうっすか、そうっすか。コンコンコン、誰もいないようだ。いないのか、困ったな。カカシのお仕事。じゃあまあこのまま行ってみようか。こっち行けたよね。ああ、同じ会話だな。スージーちゃんね。文字見れるかこれ。あ、見れないや。うわ、そこはお若いの。ガラクタばかりじゃ、ガラクタばかりじゃが、買っていかっかね。買おうか。富士リンゴ。びちゃびちゃ、曇ったメガネ、破れたノート、無敵時間延長。あー、なるほどね、なるほどね。回復、びちゃびちゃ？一個ずつ買ってみる？あ、持ち物がいっぱい、嘘。じゃあ、売るか。テミー村なら物を買ってくれるという話じゃがの。どこにあるかって？はて、どこじゃったかの？遠慮はいないよ。売れないのか。話そう。あなたは誰？わしはもうずいぶん長生きしてきた。ちと長生きしすぎたかもしれん。まあ、歴史の研究には都合がいいがの。何しろほとんどをこの目で見てきたんじゃからな。ああ、あっあっあっあ、紋章について。おや、お前さん、あれが何だか知らんのかい？まったく近頃じゃそんなことも学校で習わんのかね。あれはデルタルーンと言うてな、この王国の紋章じゃよ。へえ。
我々モンスターの王国のな。わはは、洒落た名前じゃろ。わしがいつも言うとるように、我らがフワリン王のネーミングセンスは全く生きとらんの。受け取らんからな。あ、なんだこれ。新しくなった。あの紋章は歴史の記録が始まる前からあったものでな。もともとどんな意味が込められていたかよくわからん。唯一わかっているのは3つの三角形は、地下に住む我々モンスターを表し、その上の羽の生えた円は、それ以外の何かを表すということだけじゃ。羽付きの円は予言に語られる天使じゃという説が有力じゃがの。予言について。ああ、あの予言のことか。地上を見て天使が舞い降り我らを解き放たんという伝説じゃよ。じゃが最近は物騒な解釈をする連中も多くてな。あの翼のついた円は死の天使じゃなと。破壊をもたらす者が現れ、我らを、この世から解き放つという意味だというんじゃ。なるほどね。わしがあの丸い印を見て思うのは、なかなか洒落たデザインじゃ。ということだけじゃがの。わーはははは。なるほど。フワリン王。お気楽で気のいい男じゃよ。この国をあちこち旅しておれば、そのうち出くわすじゃろう。あ、そうなんだ。結構出てくんだね、王様も。王はあちこち訪問して、民と話すのが好きなんじゃ。あ、なんでわしがドリーマーのやつをフワリンと呼ぶかじゃと。これがまた傑作でな。なんじゃったかの。おい。まあ、しばらく経ってからまた来てくれ。それまでに思い出す。うん、なるほど。アンダインかね、確かにあの子はここらじゃちょっとしたヒーローじゃな。不屈の精神と決意一つでロイヤルガードのトップに上り詰めた。そういえばついさっきここへ来てお前さんによく似たやつを探していると言っておった。くれぐれも気をつけることじゃな。ついでにアイテムでも買うといい。命綱になるかもしれんぞ。わははは。オッケー。遠慮はいらんよ。じゃあアイテム一回置いて、そっか宇宙食あんのか。一回置いとくか。犬の落とし物。一応持っとくかな。で、バレーシューズ。あれこれやんなかったっけな。パンチカード。シングルバビコマン、いいか、二個ぐらいにして、バレーシューズを装備すると、丈夫な手袋がね。なるほどね。で、買うにして、富士リンゴと、これちょっと買っときたいな。アーマー。アーマーなのか。まあ、いいかな。まあ、いいか。でよ。買い物しすぎかな。一回まあ。ほい。びちゃびちゃリンゴとか。犬の落とし物なんだろうな。ちょっと待って、見てみるね。犬の落とし物。犬が脱皮した後の残る犬の形の殻。ええー、それは、いいや。別にいいや。お。ここもなんもないのか。こっちは？おい。完膚なきまでに打ちのめされた我々は、根絶、根絶やしか、根絶やしにされることを恐れ、人間たちに、降伏した。そして、強大な力を持つ7人の人間の魔術師がその魔力で我々を、地底の世界に封印した。封印の中に入ることはたやすい。しかし、外へ出ることができるのは強き魂を持つ者のみ。なるほど。なんか一個。出てきたぞ。お？この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアは崩壊する。なるほどな。お、びっくりした。しかしこの呪われた地には入り口も出口も存在しない。従って人間が現れることもない。我々モンスターは永遠に、地底に閉じ込められる運命なのだ。でも実際入ってきたからな。お、
隠しボス、テミーが現れた。これは手強い。ほんとか？ブルブルしてるぞ。いや、逃がす。テミーテミー、こっち行くか。あ、明るいと見える。なるほどね。はい。で、こっち行こう。なるほどね。明るくなると、おー、タイ！なんだ？オッケー。ん？逃げてくれ。くどくか。お尻プルプルしてこう。ぽよよ、うわー、なんか出てきた！うわー！うわ！うわ！お、ここすればいいのか。よそよそしく回転している。なに？でかくなった。抱きしめてみようか。うわ、動きが遅くなっちゃった。うわ、やりにくい、やりにくい。危ない。距離を置きたがっている。じゃあ、放っておこう。デカカビはパーソナルスペースを尊重されて喜んでいる。なるほどね。ちょっと気難しいな、急に。やべ。気にしないなら逃げてもらおう。なるほどね。カビくんなあ。こっち行け、いけない。あそこなんか消えてるし。まいったな。あ、でもこっちこう行けばいいってことか。あー、マジか。道を覚えてけってことか、これ、もしかして。あ、こっち行けるぞ。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。こんにちは。テミ村へようこそ。あなたどこの人？はい、テミだ。隣は友達のテミだ。わお。やばいとこしちゃった。やばい。ボブじゃ、ボブがいるぞ。テミじゃないぞ、こいつだけ。なに？こんにちは、テミ、見せ、来てね。ワン、ツー、テミの深い歴史。ワン、ツー。不思議な何かを感じる。決意、みなぎた。これ大丈夫か？これ私もなんか、それっぽくなっちゃうとか？嫌だよ、そういうの。テミのお店か。なんだ、テミ店来てね。あばばばば。人間めっちゃ。キャワワワ。テミ、卵見てる。卵、ひな出てくるの。テミ、立派なお母さん。いや、お母さん。テミの像めちゃ有名。やばお。固いゆでた。ゆでてあるぞ。マッシュルームダンス、マッシュルームダンス、一体どんな意味？それはお前が罪深き人生を歩んできた証。ちょっと待って、怖い。ふう、人間テミアレルギーなのね。でも大丈夫、もう待ったい。テミもテミアレルギーだ。嘘、そうでしょ。ジンマシン、あ、大変、ちょっと助けてあげたい。誰かに睨まれてる気がする。これ違うのか。マッシュルームダンス、一体どんな意味？それは私に話しかけてくるなという警告。行こう。マッシュルームダンス、一体どんな意味？それは、まだダメか。もうダメか。もう終わったな。じゃあ、あとはいけるかな。まあ、このままいくか。どうもね、ここでミンミさんよく聞けたね。うわ、顔がすごいね。買っていこうかな。テミフレック。テミフレックセール。お買い得。1個もらおうじゃん。イエス！喜んでる。
テミフレク。あ、で、同じじゃないのか。テミ学費。ちょっとね、高いな、また。でもね、ここテミ店よく来てね。挨拶しようか。どうもね、テミだ。ほい、テミだ。テミたちの歴史、奥が深い。おぉ。そうです、そうです。テミ店、いい店。あ、ここやばいとこや。戻ろう。音楽もちょっと怖い。行きましょう。早く行こう。ボブは良かったのかあれ。あそこ行きたかったんだけどな。まあ、ひとまず戻っていこうかな。テミすごかったなっていうのはよく分かったんで。おっと。また出たな。ウォッシュワ君を洗おうか一回。クリーンはクリーン。よし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 。水中の、家畜小屋の匂いがする。はい。ウォッシャー君はこれで逃がせると。ふぅ、汗かいてあこれ汗か何かと思ったら。ニンニク畑の匂いがする。うわぁ、効くね。はい、筋肉ピクピク。はい、行くよ。筋肉自慢行くよ。はい、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 はい。はい、よ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 。はい、よ。はい、もう付き合うよ。どんどん付き合っていくよ、もう。その筋肉。すごいでも負けないよ。はい、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 はい。はい、はい、はい、はい。いいよ。もう一丁行こうか。はい、じゃあね。バイバイ。めっちゃお金くれるな。あれこっち行ったんだっけ？あ、こっちなのかな？え、行けるな。魔法の光もろうそくも持たない。おお、びっくりした。モンスターたちはホームへの道をクリスタルで照らした。あ、やばいやばい、急げ急げ。なるほどね。急いでこうやってで行けばってことか。うわっ、わ、出た出た出た。デカカビとウォッシュは洗って、ほい、クリンクリン。いて、危ない危ない。よしよしよし、危ない。デカカビをまずは、あ、でウォッシュはくんを先逃がして、ぽよーん、えい、えい、えい、慣れてきたんだよ。はい、おんでもって、放っておく。これでいけるか？えい、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 任せんしゃい。はい、逃がしてよ。オッケー、素晴らしい。かなり暗くなるな。あべ、結構暗くなるな、これ。一応見えるんですけどね。皆さん見えます？これ。一回ちょっと戻るか。この辺に一個あるんで、一回照らすか。じゃあ。はい。急いで、そっちまで行って、あーっと！出た、テミ！じゃあな。こっちは何もないか。急げ急げ急げ。引っかかっちゃうね。気をつけないと。うわ、やばい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 。急げ急げ急げ。あ、こっちにある。こっちか。よし。こっちは？なんもないか。じゃあこっちまで行きましょう。よっしゃ、着いた。うぅ。これ戻んの大変だな。お？とっ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 と。おっと、暗くなってきたな。あ、花がある。後ろだ。あー、ダインくん、こんにちは。あ、そう、草むらがあるな。
7つの人間の魂、それさえ手に入れば我らが王は、アズゴアドリーマー王は神となる。それさえ手に入ればアズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。よいか、人間。これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ。さもなくば、私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。